ニューヨーク水族館はアメリカ合衆国ニューヨークの水族館。元々は1896年にマンハッタンのバッテリーパーク内のキャッスルガーデンにオープンしたアメリカ最古の水族館である。1957年にはブルックリンのコニーアイランドに移転している。水族館はニューヨーク近辺の4つの動物園を管理している野生動物保護協会によって管理されている。 14エーカーの敷地があり、350種以上を飼育している。展示やイベント及び研究などの活動をしており、海洋とそこに住む生物の問題の認識を上げることを目的としている。1923年以前のバッテリーパークの水族館。左はクリントン城。ニューヨーク水族館は1896年12月10日に、 バッテリーパークのキャッスルガーデンにオープンした。初代館長は、魚の専門家であるターレトン・ホフマンビーン博士だった。1902年10月31日には、ニューヨーク動物学協会の管理下に入った。この時の展示品は、わずか150点ほどだった。その後、館長になったチャールズ・ハスキンズ・タウンゼントは、展示品を大幅に増加した。水族館には、 年間何十万人もの観光客が訪れるようになった。バッテリーパークにあった水族館は1941年10月の初めにブルックリンとロワー,ーマンハッタンの間にトンネルを建設することになり NYC パークスの委員のロバート・モーゼスの主張で閉鎖された。新しい水族館が第二次世界大戦後に建設されるまで海洋生物は ブロンクス動物園に一時的に収容された。1957年6月6日、水族館はブルックリンのコニーアイランドに再びオープンした。2015年春にはサメの展示が大幅に追加される予定である。http:/www.orcahome.de/.lupa.htm ありがとうございます。